どうも、ウェです。パスカエティゲーと思います。はい、ハンツアップ。8月26日は、パワープロの日ということで、毎年毎年、パワーサカにも、新キャラ、そして、いいガチャが来ております。まあ、毎回ね、その新キャラが、人権キャラ並みに強いということで、今日はね、ちょっとその予想などのお話をさせていただこうかなと思っております。歴代の8月26日のパワープロの日に実装されたキャラとしましては、去年が小野中村ペアで、その前が立川みやび香川、もうその時の人権キャラですよね。うん。で、その前がクライフ。うん。いいキャラばかりが実装されております。果たして今年はどのような選手が出るのか。まあ自分の予想としましてはね、やっぱもうそろそろパワー上限が来るのではないのかなと。うん。パワー上限が現状シモンしかいないんですよね。うん。上限としまして一番早めに実装されたのがパワー上限なのに、それにもかかわらずパワー上限はシモンしか出ておりません。そこがね、ちょっとね、もうそろそろ来てもおかしくないんじゃないのっていう予想がされております。うん。まあシモンはもう1年半ぐらい経つのかな、出て1年半ぐらいで立つんですけども、唯一のパワー上限持ち。まあ今ディフェンスが2人、オフェンスが 4,5 人いて、テクニックなんてもうたくさんいるじゃないですか。そうなるともう来てもおかしくないです。で、誰で来るのか、パワー上限誰で来るのかと言いますと、まあ826って結構レジェンドキャラとか、うん、そういうキャラが多いイメージがあるんですよね。そうなると中田英寿とか、まあその辺で来るんじゃないのかなと。パワー上限ならばもうフィジカル的に強い中田英寿来てもおかしくないのかなと。で、もし中田英寿が来てパワー上限ついたとしても、もう最近の流れからしたらむちゃくちゃ強いキャラになってると思うんですよね。もう最近はだって二筋力確定プラス、なんだ、基礎上限アップ、まあこうなっております。それかプラス筋力プラス、1上限アップで2筋力っていう形になってもおかしくない。まあそうなると本当に人権キャラだと思います。それ引きたいよね。でも中田英寿のイメージとしましては、筋力はね、まあフィジカル系で来るのか、ミッドフィルダー系の筋力の可能性はあるんですよ。でもパワーってどっちかでも前線のキャラですよね。うん。なので、まあブラジルのロナウドとか、うん、怪物のロナウドとかもあり得るのかなと。まあその辺はね、妄想が膨らむところではあります。うん。まあ自分的にはパワー上限が来るという予想で、まあその筆頭としましては中田英寿、その後がロナウドぐらいかなという状態です。で、その話を生放送とかでもしていたんですけども、まあ自分ちょっと知らなかったんですけど、ネイマールが確かアンバサダーになったはずなんですよね、コナミの。うん。そうなると、ネイマールの実装もあり得るんじゃないのかなと。まあ、ネイマールの場合は、パワー上限というわけにはいかないと思います。おそらくテクニック上限です。まあ、もしくは、オフェンス上限かな。まあ、その辺になると思いますが、まあ、フォワードの選手ということで、フォワードの筋力が実装されやすいんですよね。うん。まあ、その可能性も大いにあると思います。オフェンス上限型の、フォワードの選手。まあ、それならば、まだまだね、東邦学園が強くなったり、あとはモンスター高校が強くなったり、すると思いますんでね。うん。まあ、そういうのも期待できるのかなと思っております。あとは、もう新高校来ちゃうかですよね。うん。まあ、レムリア水産高校が、6月だっけ ?6 月に実装されて、ちょっとね、2ヶ月半か3ヶ月ぐらいしか経っていないということで、まあさすがに早いかなとは思います。826には新高校早いかなとは思いますが、まあそこで新キャラ出してもいいし、まあそれに付随する、まあお盆ぐらいに新高校を出して、それに付随する新キャラ、それの、まあ、人権キャラっていうのもありかもしれません。まあ実際ね、お盆って新高校、まあ、コナミさんの、まあね、その運営チームの休み状況もありますんで、まあ、新高校は来ないとは思っております。まあ、そういうのもワンチャン、
なきにしもあらずなのかなと思ってしまいますね。で、自分的にね、フォワード、ミッドフィルダーの話させていただきましたが、うん、もうそろそろね、プラス金徳を各ポジション2個ずつにっていう話もあるんですよね。うん。あと、ないポジションとしましては、ボランチ、センターバック、サイドバック、で、ゴールキーパーかな。まあ、その辺がプラス金徳2個ないんですよ。まあ、そういうところの実装もおかしくないのかなと。まあ、パワー上限アップのディフェンスっていうのもありかもしれません。まあまあ、自投区みたいな感じですよね。でも今現状、高校的にはパワー条件を上げれるディフェンス高校っていうのはないんですよね。まあそうであれば、まあそういう新高校を出しつつ、パワー上限のディフェンスっていうのもあり得ます。うん。まあ正直ね、こんな予想ばっかり言ってて当たらない可能性のは高いです。うん。まあまさかまさか8月26日に何も実装されませんでしたっていう可能性もありますので、それはちょっと恨まないでください。今、結局ね、やっぱ、新キャラで、ガチャを我慢してる人が多いと思います。うん。まあ、どうしても、ね、久保くんが強かったり、ホーリバー、カツラギが強かったり、その前で言うと、高山が強かったり。でも、8月26日に、いいキャラが来るっていう実況者のベタが言うから、待ってますっていう人も多いと思うので、ぜひともね、いいキャラ。いいキャラというか、使いやすいキャラですよね。で、特に自分が希望するのは、どのポジションでも使いやすいキャラ。まあ、こういうのが一番いいのかなと。最近はね、もう、ここのポジションでしか使えませんっていうキャラが多いんですよね。久保の場合は、本当にトップ下、セントラルミッドフィルダー。で、堀場の場合は、ボランチ、セントラルミッドフィルダー。で、カツラギの場合は、まあ、ミッドフィルダー全般で、まあ、使えるかなっていうぐらい。うん。まあ、そういう形で、もう、どこのポジション、まあ、過去のことで言えば、桜庭が全盛期の時なんか、どこのポジションでも使えた。うん。センターバックまではさすがに微妙かもしれないけど、サイドバックからもう、ミッドフィルダー、そしてセンターフォワード。まあそこまで全部使えましたので、まあそういうキャラが、ちょっと実装してもいいのかなと。うん。まあどの高校にも合うっていうのはちょっと難しいかもしれませんが、まあそういうキャラが実装すると、無課金にはね、結構ありがたい存在になると思うんですよ。その一体がいるだけである程度、サクセスができると思われますので、まあそういうキャラ出てくれてもいいのかなと。まあそういうキャラで言うと、サポートキャラっていう形で、まあね、また誰か出して、まあ強いキャラを出してくれてもいいのかなと。青葉さんとか、まあ怪盗キットで、花ちゃんみたいな形の、サポートキャラ出してもいいのかなと。今現状サポートキャラに合う高校はないので、まあこれからの、うん、高校の、まあね、うん。変更、パワーアップや、新高校によって変わっていくっていう形になると思いますが、まあ、パワープロのように、練習革命か、なんかその、改革か、なんかそんな感じのものも来てもおかしくないのかなと思いますので、ちょっと楽しみにしておきたいと思っております。はい、本日はね、ちょっと8月26日の予想などをお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベテでした。さよならー。